塚田良平は、香川県出身の音楽プロデューサー、アーティスト、作曲家。株式会社関係座代表取締役。香川県立境で高等学校、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。経済在学中から、長野オリンピック会開式で歌う、統制学科として、多数のオペラやコンサートに出演する。卒業後は、音楽大学。 専門学校の講師を務め、音楽ユニット R-21 を組む。クラシック界での動きの傍らポップスのアーティストとして、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー CD をリリース。NHK 教育、天才テレビクンマックス、お母さんと一緒、そしてエーベックスのアーティストにも楽曲を多数提供している。2011年から、 コナン衛星テレビグループの芸能学校の校長を務める。シゲル系文化学園の教育顧問も務める。現在はテレビや映画やアーティストのプロデュース、大手プロダクションの育成、アドバイザーを担当している。2017年度より BS プレミアム、みんなでどうもくん、音楽プロデュースを担当する。2017年8月新香川県立体育館、建設アドバイザーに、 就任2017年9月には母校、香川県立堺で高等学校創立100周年、記念の講演会を行った。2018年度4月より、テレビ東京、ガチ団、出演。2018年6月11日、香川県議会特別委員会へ参考人として、招致される。2018年8月テレビ朝日。 ラストアイドル出演2018年11月より、毎日放送、マンモスター出演12月、NHKE テレ、沼にはまって聞いてみた、特番音楽プロデュース2019年2月9日、鹿児島県ねじめ中学校にて、講演会を行うなど多岐にわたり活動する。2019年7月、レオン7月号へ、音楽記事掲載2019年8月、スマート8月号へ、 音楽記事掲載ありがとうございます。